当時で1200代ぐらいですかね。あの、27歳ぐらいなるんだな。なるほど、なるほど。そっか。はい。まあ、その代わりだから全然、こう、まあ、毎月95達成だったらいいけど、毎月80%ぐらいの達成だったら、はい。い世の中の平均年収ぐらいになってる人もいるってことだよね。や、そこまでは下がらないですね。あ、そこまでは下がらないんはい。あ、常に、だ。へまあ、基本給が多少下がっても、まあ、え。よくても二十何万とかの基本給なので、そうそのか。で、下が残り業があ幅としるては、し。はい、大したことなくて、そう残か。業代もそんなに変わんなくて、そのええ。月の業績賞与とか、まあ、ボーナスが一番やっぱり、開きとしては大きくなるんですけど、その基本の金額に対して、その人のランクとパフォーマンスによって、この係数がかかって、倍ぐらいもらってる人もいれば、それが半分ぐらいの人もいればっていう。なるほどな。はい。そうか。そりゃそうだよね。基本給と残業と、あと、毎月反映されるのって部署ごとのその業績賞与だから、そこって別に自分がへこんでても部署だから、はい。部署が調まあ、子良ければ。向かってくるんだもんね。はい。で、だ逆からもし個か人り。のそのへこみが思いっきり反映されるのはボーナスだよね。そうですね、どちらかというと。はい。そうか。だからどう考えても年収はそれでも高いね。高いですね。あ、僕が入る前のリーマンショックの時は、年収が一気に半分ぐらいになったって言ってました、先輩が。あ、なるほどね。はい、だボかーナらス業も。績に連動してるんだよね、要はね。はい、会社としては思いっきり連動してます。なるほどね。そういうことだよね。はい。だから景気が悪くなると怖いけど、そうじゃなければ、会社が儲かってれば常にすごい給料もらえるんだそうですね。よね。なるほど。そこでのね、働き方、仕事の内容ぐらいの範囲で、すごい、なんだろうね、良かったところと悪かったところ、両方教えてくれる？そうですね。まあ、良かったところは、やっぱり徹底的にその、まあ、いわゆる営業として、成長するというようなところに対して、圧倒的にストイックな環境が存在していたというところかなと思うんですけど、やっぱりその成長するためにはフィードバックってすごく重要だと思うんですよね。で、それはその先輩とか上司とか同期とか、場合によっては後輩とか、まあ、その関係なくフィードバックをもらう機会っていうのがもう日常的に存在しすぎていて、心が痛いほどフィードバックを日々浴びるので、今自分がどういう状態で何が課題なのか、何ができているのか、その次は何をやれるようにならなきゃいけないのかっていうことが常に明確だったっていうことですね。そんなにフィードバックが日常に溢れてるってことは、結構だから数字がいかなかったら、めちゃめちゃ営業も先輩とか上司がめっちゃ同行してくるし、ロープレもめっちゃやるし、みたいなこと？例えば。そうですね、それもありますし、そもそもテレアポというか、アポイント取るための電話も全部ロックとかされているので、上司普通に聞いていたりとかして、なるほどね。今の電話なんなんみたいな 言われたりとかしながら、なんで、先方がこうこう言ったのに、お前、その時こう、こういうふうに切り返さへんかったみたいな言われて、いや、確かにそうっすねみたいな、なんか、超営業すんなよみたいな。言われながら、まあでもそれは厳しい言葉も言われながら、具体的にじゃあどういうふうに、俺やったらこう切り返していくけどとか、こういう情報をやるけどとか、こういう質問するけどとかっていうのを結構具体でフィードバックくれるので、もうその次の電話からすぐに修正して、チャレンジするっていう、その繰り返しですね。なるほどね。だから、今、普通の会社はそうじゃないのかね。ないのかな。そこまで厳しくはやってないんじゃないかなと思います感けじどがするよね。な。そんな感じするよ割とな。自分に任されているというか。そうだよね。まあ、俺の感覚で、また確かに俺がいた会社もクソ営業会社だったそうですから、ね。余計に他とは違ったのかもしれないけど、でも感覚的には相対的に今よりも俺が就職した時の方が、割とどこでもそうだったんじゃないかなみたいな雰囲気もありつつ、かつうちは本当に、もう本当にまさにそうだったよね。
そうですね。まさにそう。しかも俺のあの、最初、入社して一番最初数年の俺の上司は、御社だ。御社からなる転ほど。職した。納得です。だったし、もうなんか、でもそんな人ばっかなんだよ。要はね、いろんな業界のね、営業の猛者たちが、集まってる。もう、そうなんだよね。急にできた業界だったからね、うちってね。そうですよ。確かに急確にできた会社だから、もう営業が強いぞ、みたいな会社から転かに。職してきてる人たちの集まりなんだよね。だから、まさにもうずっと前にそんな感じだったし、俺もそんな感じだから、もううちの会社入ったらもうすぐ辞めちゃう。そうですよ。そうだね。みんな心か体が持たない、みたいなね。当初10年ぐらいは入った人全員ね、潰れちゃいましたけど、もうそういうやり方やめたから、やっと残るようになってきたけどね。そういうのは当たり前じゃもうないんだよね、今はね。ただそういうのは当たり前にまだやってくれる会社もあるよってことだよね。今でもやってるだろうね、多分あの会社はね。そうですね。まあ、より、ある意味、いい意味で激しくなってると思います。だよね。だから、すごい世の中との乖離があるから、すごい市場価値としては差がつくそうですね。特に営ね。ね。業としての、そのスキルとか、うレベル感でいくと圧倒的な開ん。うん。きが出てると思います。圧倒的な開きが出るよね。他は全体的に緩くなっていて、こっちはもうずっとキープしてるみたいなね。どんどん開いていくもんね。そうですね。だからいいよね。一社目として、ファーストキャリアとしてやっぱ選択するには、そういう意味ではとてもいい会社だよね。僕はもう何の後悔もないどころか、本当にあの会社で最初良かったなって今でも思ってます。だよね。一方で、こういうところが少し、なんだろうね。仕事の内容か、もしくは働き方で、まあ嫌だなと思っ